ようお前ら、俺様だ。まだ暗いけど、それでも太陽はボーボー燃えてますね。もう明け方ですね。もうすぐ6時になります。はい、今日は2019年11月4日です。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、11月4日は11月ペニチとも言い換えられますね。もしこのペニチのね、血がすぐに変わっちゃったら大便じゃなくて大変ですね。あそこの鍵付き防音保湿の部分が地盤色で、快活クラブのね、看板がジャイアン色で、コミックインターネットの文字もジャイアン色で、展示ブロックがおしっこ色ですね。はい、あのここはね、姫路駅の前ですね。はい、で俺様ね、昨日はまあそこの快活クラブにいると言ったんですけど、あの今出てきました。おはようございますね。まだちょっと暗いですけどね、まあ、ちょっとね、薄く明るくなってきてる感じかな。ね、そう、雲が見えてきます。あの肉眼だと見えます。これ低画質カメラだからはっきり映ってないですけど、肉眼だとね、ちょっとウィスパー色もしくはコマサイの雲がね、うっすら見えます。はい、ここは姫路駅前なんですけど、はい、あそこの新規入会金0円の旗が地盤にあるのです。で、これなんかゴミがいっぱい捨ててあります。これはボーボー行きになりますね。地盤にあの腹巻きもこの中に入れたいですね。はい、おはようございます。11月4日ですね。今日は祝日、昨日が祝日だったんで、今日は振り替え休日で、まあ、旗日ですね。はい、まあ、俺様もね、ずっと連休だったんで、金曜日は普通の、あの平日だったんですけど、有給を取って、4連休にしてました。ヨン様はペ様と言い換えられるから、4連休はペ連休とも言い換えられるんですけどね。はい、今日はね、まあ、関東の方に帰るんですけど、その前に、大阪の梅田から高速バスに乗るんで、梅田までね、この、なんだっけ、山陽線、なんか山陽本線じゃなくて、山陽鉄道っていうのを、で、梅田まで行きます。はい、梅は一般的にね、地盤にあるのですよね。はい、あの6時発ってやつかな、まあ、これ低画質カメラだから映ってないですけど、6時発阪神梅田行きって書いてあるんですよ。そう、あれに多分乗ることになると思います。はい、地盤にあるの信号ですね。皆様の、なんていうのかな、播磨の播の州信用金庫、播州、なんていうのかな、わかんないけど、なんとか信用金庫の文字が地盤にあるのです。これ低画質カメラだからね、はっきり映ってないんですけど、なんとハリシュ信用金庫、読み方は分かんないですけど、書いてあります。地盤屋のです。はい、じゃあね、早速駅に向かいましょう。ちょっとね、先週から風邪ひいてて、ようやく治ってきたんですけど、まだちょっと咳が止まらないでね、急に咳することがあるんですよね。はい、まあ、ね、とりあえず、じゃあ駅に向かいましょう。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー。ぼーぼー燃やす。